何だったっけ、何だっけ、本当になんて言ってたっけ、ありがとう、みんな心配してとりあえずでみんなありがとうね。そうね、ミルヘイ、ミルヘイ袋始めるよ。そんなんじゃなかったと、そんなんじゃなかった、そんなんじゃなかったと思う。ねえ、だからこの1年間ですけど、研究に研究を重ね、皆さんにお届けすることができた、ね、このミルヘイ袋、今日はまた貴重だぞ。よろしく、今日はよろしくお願いします。本当だね、頑張ります。ね、節分ということでですね、そうですよ、皆さん今日はもう味も何もないですよ、ここカットしてできるようにしましょう、カットカット、はい、皆さんこんばんは。私の娘でございます、娘でございます、メルヘン胃袋始まるよ。こんな感じ、いつもですね、メルヘン胃袋と言いましてですね、はい、はい、ね、シドリンがですね、はい、食べられるメルヘンを、そうなんですよ、ね、みんなありがとう、お体の中にメルヘンを取り込むべく、はい、ぜひ ね、初めてこちらの方を見る方はですね、これまでの歴史を見ていただけるとですね、わかると思いますけど、見れば見るほどわからなくなるかもしれないけど、とりあえずなんかこう、はい、ね、作れそうなの、みんなで、え、こんなメルヘンが生まれるんだねっていうのをちょっと見せていただきたいなと思ってます。もう今日はもちろんね、季節もちろんもうお腹空いてます。ね、いやいやいや、ここでしょって話よ。お腹空いてるとか空いてないとか、おめえだろ。おめえがそもそも。これ。はい。はい。さあ、今日はお兄さんを作っちゃって、はい、ね、それで豆まきをするというね。ね、皆さん、あの2月ね、早いもので、ね、机上の料理人でございますから、はい、そうでした、ね、机の上と書いて机上の料理人、ね、ただただ想像しただけのね、はい、料理をね、今初めて、やってみたいと思います、ね、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、ね、皆さんにぜひね、あの福は内で、ね、そうね、ね、幸せを呼ぶようなメルヘン胃袋を、ね、メニューをお願いできますか、食パンでね、なんと食パンで、何を作るんですか、机が狭いのよ、よし頑張ります、よろしくお願いします、新潟のようなね、この広さではないですけど、そうね、行きましょう ね、 そうね、そうね、みんないつかね、よし、これもね、そうね、そう、先にパンくり抜くね、何この皆さん、この食パンを使ってタイトルにもありましたけれども、そうですね、この食パンがですね、なんとね、虎柄になるんですね、これ私の想像上ではね、はあ、虎柄にするんだけど、はい、だけど奈々ちゃんが、この冬なので、はい、あの肉まん食べたいって言ったので、うん、肉まん風の味にして、うん、そうなんです、肉まん食べたくないです、めちゃめちゃ寒いです、お肉まんにするわよ、お肉まん、お肉まん、いいわね、もう名じゃねえかよ、肉まん、ドークマンって昔ましたよ、ドークマンって何だったっけ、ドークマンって何だったっけ、みんなドークマンっていう人いなかった、なんか漫画なあ、クエクエの人か、あ、そうよ、いやもう恥ずかしい、そんな何言ってんのドークマン、ね、なんかさ、それすごい、ミニサファイアすごい、そう、名前がね、この食パンを使って、この食パンをね、虎柄にして、はい、それでね、豆をね、投げつけて、うんうん、それさ、朝にもなるし、はい、ね、美味しいし、ね、何しろ食べたかった、そうですよ、あの肉まんにもなるし、うん、お肉まん、お肉まんにしてみたいと思います、ね、お肉まんを作りたいと思います。さあ、じゃあ行こう。はい、行きましょう。もうね、うん、ごめんね、コメントね、こちら、ちょっと今さ、皆さんね、せっかく、もう待たせてさ、みんなに、うん、ね、なんだっけ、ロシアンルーレット、うん、なんだっけ、って言ロシアンルーレット、YouTube。YouTube でございますから、ね、どれがライブしてるか分かんない、トラブルっちゃってもね、あと忘れないでね、立ち上がるとかを、ないからね、顔がなくなっちゃうからね、もう、ね、ありがとうね、久しぶりでございます。そうねえ、肉まんメーカーもそうあったけれども、今日なんかこれを使うみたいですから、ね、楽しみにしていただきたいと思いますけどね、最初に言ってトラグラになるの、トラグラに分かってんの、トラグラ、それはトラグラ、え、あ、あわー、トラグラ分かるの、2人でやっちゃったらもうどうしようもないなんですよね、オートマリックじゃなくて、はい、ね、トラグラなの、
さあ、じゃあもう早速。トロロ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 。ここ、椅子がだって歌だじゃない。あら、このなんか椅子がほら。なあ、たがりめと。なあちゃん、椅子が映ってないのよ、体が大きくて。え？だから、ただただ、鴨川シーワールドの、うん、そうそうそう、なんかこう、ラッコさんとかトドコさん、ラッコじゃないわね。アシカのショーだよね。アシカのショーだよね。困るわね、それじゃ。困るわね、トドさんが言ったのはあっちよね。湘南の方だったわね。そうなの？そうよ。もう、だってほら、ね、あれ知らないから、東京の。油壺。そう、油壺。油壺っていうのはなかった昔。あれ西新井ってどこだろう、ね、西新井って、ね、西新井東京マリにようこそとか、そう懐かしい、はい、パンです、よいしょ、パンね、また行くよ、これ、このこうじゃないのよ、これで行くのよ、分かってるわ、ね、どうする、これみんな、これ分かってるよね、私たちの中腰のしのり、あと首見てごらんな、あ、ちょっと中腰でいかなきゃダメだ、お兄さんでないと何やってるのか分からないからさ、これくり抜き王ですか、そうよ、くり抜き王よ、私食パン、これ、今回もね2回目のくり抜きなんですけど、ぜひ皆さんショート動画でないね、動画の方にて上がってますから、うん、食パン切り抜きですね、この前あれ作ってるもんね、ガシャポン、ガシャポン作ったよね、鶏ガシャポンを作ったんですよね、そうくり抜き王よ、くり抜き王あのね、本当に私聞かされてないのね、何やるか、うん、ダメだ、取れないな、すごいね、あの困っちゃうのね、私基本的にその、うん、この YouTube に関しては、うん、あの一切あの手を出さない方向で始めたはずなのに、うん、よくよく見るとですね、今日みたいに今日のスタートから全て手を出してるよね、手を出してるっていう、あ、他の枠、ありがとう。他の枠見に行ってきてくださったのね。あの、夜回りさんみたいなことして、もうありがとう、さとしさん、夜回り。嬉しかった側が、ありがとうございます。皆さんに、ね、あの、ね、伝えてくださってありがとうございます。確かに、あの、そうなんですよ。あのね、YouTube って横なの。うんうん、あの、TikTok は縦画面なの。開いちゃった。何やってんですか、うん、縦画面なんだけど、YouTube って横画面でしょ、見やすい、こっちの方が。ね。すごいです。ぜひね、あの、まだ私たちがこのスタート3月集めてね、本当にあの、それこそ。なんか、なんかさ、ひのりんここ、パンくずがさ、オンボロボ、オンボロロロロロ状態やねん。ちょっと何してんですか。すね、また私、あの、夜中のやばやば掃除機はやばいですよ、それ。ね、どうするよ、これ。ね、あの、横サイズでね、まあ、見ていただくという感じになりますね。ね、そうだけどやめてよ、あのエフェクト問題があるからさ、これわざとよ、わざとだろ、庶民にこう受ける顔にしてるんだから、受けるために、本当はあれよ、 TikTok の方もね、そうあの顔がちょっと白いね、あれが、うん、これが本物よ、うん、そうよ、本物、こっちで、あ、間違えた、こっち本物 ね、これはあのわざとよ、そうね、やばいでしょ、ね、もう大変なんですって、この人のおこぼし用は ね、あのうさぎちゃん連れてきてさ、大変だったわ ね、うさぎをさ、うさぎ作ってさ、あのちゃちゃちゃ、そう、ね、うさぎドキチジだからさ、うん、ね、うさぎの餌の、うん、ね、牧草でしめ縄作るっていうね、そうん、ありがたい、そういう、何言ってんの、逆エフェクトに決まってるじゃないの、ね、逆エフェクトよ、おエフェはこっちよ、あった、ね、ここに戻しとく、場所なくなった、場所なくなった、そうだね、中もちゃんとパン食べますのでね、この私たちのポリシーはですね、ゆみちゃんのね、朝日の晩のご飯になるよ、私さ本当にさあのね、立ち上がりたいけどダメだ、うん、顔が消えちゃうんだ、そうよ、顔消えちゃうから、いつもさ、ダメよこれ、そうそう、頑張る、こうやってやっていけばさ、ね、何作るんだっけ、ハニトーに憧れてんのよ、ちょっとあのハニトー、ハニートースト、ハニートーストね、うん、クラブとかでさ食べてる、クラブ、六本木とかさ、そういうとこでさ食べてるらしいのよ、そのハニトーにちょっと憧れるのよね、ちょっと待って、何ちょっと待ってね、あ、ね、そう、あのさ、総武線だっけ、うん、あの秋葉原の駅を通るんだけど、うん、壁に、うん、ハニトーって書いてある知ってる、知らないかよ、大きな絵で、知らないです、ね、今もあるのかな、
あの、何と、そう、秋葉原のさ、秋葉原のさ、ところをさ、電車で撮ると、電車の窓からさ、秋葉原のビルのさ、壁にさ、ハニトーって書いてあって、これがこうなってて、こうパフェ見たくなってる絵が、ハニトーって書いてあるのよ。駅から見える。そう、あれが憧れて、見る。あれ、いつか食べてみたいのよね。そそるのね、うん、それをね。あれに憧れてる。だから、何度でもしのりんは、このね、振り抜きにね、うん、さあ、しのりんが今日はですね、この節分にね、なぞらえて、ね、鬼のパンツを作るそうですよ。ね、そうよ。ね、まだ分かってないわね。分かってない。どうなるのこれ。どうなるとか。だってさ、うん、こうパッと見たらさ、うん、パンで、ほら、何、鬼は外とか、なんて言うんだっけ、これ。あ、マスに見えるね。マスか、マス、ね。マスに見えない。なんか何なんか出るかなと思って。中がさ、まだ、ね、これ何ができるのよ。あ、なんか発掘って感じの。うん、ね、あの聖堂とほらの、ね、あれ発見されたじゃない。あ、名前来るわ。栗抜き好きですよ、これ。栗抜き好きは。柿の木坂じゃないよ。早くやれ、早くやれ、何時間みんな待たせてんだよ。ちんとちゃんってできるからね。あともう少しよ。なんかさ、ほらこうファラオのさ、あそこ出したこのさ、こう出てきそうじゃない吉村作治、吉村作治先生が入ってそうじゃないこれね。作治先生がね、消された壁画とかがありそうじゃないこれ。すごい、ね、なんか不思議なダンジョンみたいになってるわよこれ。ね。すげえ。ダンジョンとかでいかないと。え、なんか割れてきてる。割れてきてるよ。気をつけないと。さあ皆さん、今日いつもねこの配信でね生でやらせていただいている時ってみんな、あの、ね、吉村作治じゃないよ。じわるわね、吉村作治来るかなって聞かれたからさ。来ねえよ。川口し広志もいねえよ。いいね、もう一歩前に入ってね、うん、カメラを構えないとね。ね、奥までしっかりとこうね。綺麗に作品行きたい、ね。いっぱい入れたいね。ね、でもいつになるか。具だくさんがいいでしょう、やっぱり。あの具だくさんがいいですけど、横から網。よしよしよし。さあ、開きましたよ、皆さん。あの、古い戸みたいになってます、古い戸。ね、切れそう。これがとりあえずできました。はい、これができました。次、中身を詰めたい。はい、中身を。ね、寒いですからね、皆さん。ね、ほら、この時期はさ、肉まん味にするからね。入った方が、肉まん味、そう、肉まん味ですよ。うん、そうね、何になるんでしょうか、これね。肉まん味にするのがすごいですけど。ね、はい。待っててもらって、待機ね。ストックですね、これね。ストックね。煙突みたい、本当だね。マジ洗ってきていい？ね、ねえ、YouTube でもやるんですか、それ。じゃおかしくない？気になるじゃないとか言ってるよ、みんな。何も変わらんすよね。っていうか、もともとこの TikTok 始めたときに、時間ね、配分、それさ、短い方が皆さんね、見やすいでしょ。だから、30分の予定で、始めたのに毎回1時間なんですよ。で、これもっと短くないとダメだよと思って、そう。怒られる。そうだな。篠崎文さんに言われたもん。あ、篠崎文さんってお母さんなんですけどね。ね。はい。文さんに言われましたもん。ビリよ。そうなんですよね。そう。それでですね。はい、先にトラ柄を作って。うん、それで最後に中身をほかほかのやつをして、はあ、だから、あ、そっか、そう、ふみさんよ、ふみさんね。お顔も作んなきゃいけないから、うん、ね、どうなるんでしょうか、もう、机上の料理人ですので、しのりんしかもう頭の中にそのメルヘンな、うん、そのね、状態、できた状態がないので、う
私はどうしていいのかがわからない毎回、ね、そんな YouTube をお届けしております。トラ柄にするよこのパンを。ほうよいしょ。トラ柄にしてからこの中身を詰めて、ほうそれで顔を入れて顔をつけて、ほうちょっとここ出ますね、うん、はい、はい、本当そうで、岡本太郎さんか篠崎道香ですよ、この芸術性というかですね、このちょっとさ、この部屋ターナーがないことに気づいた。え、何？あ、ないですないですないですよ。まあいいや、これでいいか。あの首のない人がなんか喋ってますけど忘れてるでしょ。何のために鬼つけてんですか。頭に鬼つけて、あの首から上を映さない人はどういうことかなと思いますけど、ね、皆さんありがとうございます。普段はね、毎日 TikTok 配信しておりますけど、今日はその中から、ね、途中から YouTube 投稿をさせていただいておりますよ。ね、みんなで芸術は爆発だった、連呼してくれてありがとう、みんなね。ぜひチャットで楽しんでいただければと思います。そうですね。生ライブ中です。そうです。割れないようにしなきゃね、これね、割れてきちゃったからね。すげえな。気をつけなきゃ。高欄系、なんとかだみたいな感じね。すごいな。ね。洞窟。ね、よし、こっちね、靴からも見えるようにしますね。これでひっくり返すね。はい。今虎柄作るからね。虎柄を、うん、食パンで作り上げるということになるんですけれども、どうなるんでしょうか。卵。卵ね。はい、卵を。これさ、絶対さ、手袋してたらさ、うん、あれだよね、はい、卵割れなかったりする、ね、そうだよね、映ってなかった、ね、今膝でやってた。もうさ、もう忘れちゃってない、しのりん、忘れちゃってないですか、それもうすっかり横配信忘れていましたね、この方は ね卵です。卵ですって分かるわけねえ、大丈夫しのりん、大丈夫、任せろ任せろねえ、お兄さん大丈夫かな大丈夫全然大丈夫じゃない、それで。もしも浅野アスコとユウコが鬼だったらっていう、ずっとさっきからやってるんですけど、はい、そうなんですよ。よいしょ、今ここに割りほぐします。はい、見えるかな、うん、位置的に大丈夫かな、もうちょっとこっち寄せようか、うん、あ、そうだね、いや、いいよ、全然見えますね。このコードがここにある必要がなくて、ね、このコードで引っ掛けて卵がぶちまけたら、それはそれで、派手な配信になりますね負けず嫌いそうだったそうだった、篠崎道は負けず嫌いだった、ね、そして私はちょっと古速だった。古速な方、これ持っててくれる、ね、危ない危ない、はい、よし行きましょう。待って、片手だけで、ふーい、これが気持ちいいよね。赤玉、ね、よいしょ、どんどん割っていきます。あ、6個くらいね、全部お兄さん顔見えないからね、今日全部ね、割っていきます。お兄さん、片手うまいじゃん、うまいね。いくぞ、気持ちよくなってきたぞ。それ。誰言う。この音もいいよね。パッ、本当にパッコンっていうのいいよね。そう。ね。しかも全部やるね。ぎょ。これさ、つるんつるんも全部入れたいね。つるんつるんも。ヨードラン。光、はい、光ね。よいしょ。これがどうなるんでしょうね。パカッ。ね、すごいですね。これぐらいがいい。これぐらい。気持ちよくない？音が。てか、失敗しないわね。すごい上手、ね。なんで私、失敗しないので。おめえ、始めるのにどんだけ失敗してここにたどり着いたと思って、失敗しないとかよく言えたもんだなと思って。よし。はい。だよ、いただきました。そしてここにですね、はい、うん、ちょっと待って、ね、少しね、あれしたいの、手洗ってくんね、もう
どうぞ。で、水溶き片栗粉で少し、粘土を、何ができるんでしょうね。私もわからないんですよ。そう。大も道よ。フレンチトーストなんだろうか。さあ、全くもってですね、今日のタイトルしか聞かされてない、配信になってますけれども、本日でございますけど、皆さん、節分の日にちなみまして、鬼のパンツを作る配信だそうです。さて、今水溶き片栗粉作るから待っててね。ね、みんながね、いろいろとチャットの中でですね、いろいろ皆さんが何を使ってどうなっていくのかっていうのをね、考えていただいておりますけれどもね、グラタン？おー、グラタン。おお、片栗粉って厚焼き卵、おお、なんかみんないろいろね、いろいろ考えて想像していただいても、もうね、私もおちのりの頭の中はさっぱりわからないので、ね、片栗粉で、はい、片栗粉出てきました。はい、おお、トラガラ、ラザニア、おお、トラガラだよ。卵でトラガラをつけて焼く、おお、みんないろんなこと言ってくれてますね。スクランブルエッグ。これぐらいかな。またね、目分量ですから、この方。目分量。あ、こんな。これぐらいか。いや、あのさ、ね、これぐらいかって聞かれるんですけど、何を作るとか聞かされてないので、そのぐらいだねって。ん？ねえ、なちゃん、龍角さんなのよ。龍角さん、いや、龍角さんはちゃんと本当に使ってますからね。片栗粉じゃないですか、ね。そして、さあ、でもすごいよね。初めてさ、ね、開けた人が後ろに龍角さんって書かれてるんじゃないかと思っちゃうから。これも入れるよ。マヨネーズ。マヨネーズ、ほう。さあ、ここにマヨネーズ入っていく。おお。卵にマヨネーズだよ。お腹空いてから美味しいね。そう。ああ、なるほどね。コクが出るためなの？これってしのね。ん？何のためなの？あ、すごい。あのね、マヨネーズはね。まろやかになるの？ふんわりになるんだって、やっぱり。そうなんだ。おお、厚焼き卵だと思われる方も出てきて。おお、なんでしょうね。どうなるのか。今日はね、節分ということなので、節分にちなみまして。メニューだということですよ。本当に知らされたいから手伝いようがないんだよ。パフパフ？パフパフ？そう、全く予想できないですね。でもなんかあのタイトルは聞いてますんで、混ぜますね。これ何が入ってるの？え、片栗粉です。片栗粉混ぜます。マヨネーズが入って、片栗粉入れて、で、あの素足取りね。ね、さっきすごいきれいカレーにさ、うん、割ったよね。ね、うん、ものすごい殻が。殻取るの忘れた。かっこつけてさ、かっこつけてさ、まあいいじゃない。食感楽しみましょう。食感。やばいわ、これ。あ、食感楽しみ。ちょっとマブルチョコレート並みだわね。え、そういうやつ。ね、ほら、結構いるわよ。ここいるわよ。じゃりじゃり。まあね、楽しみましょう。食感ね、食感楽しみ。甘じゃりジュニアね。甘じゃり。甘じゃり。こうやって。そうだ、カルシウム入れたと思えばいいのか、みんな優しいな。そう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 。みんな優しい。だってさ、マーブルチョコレートってあれさ、卵白カルシウムだよね。あ、そうなの？うん。あのカリカリっとする、そう、周りの書いてあるよ。周りのコーティングしてるやつ。うん、そう、あれ卵白カルシウムって書いてあるよ。使ってるんだ。卵の殻のカルシウムって書いてあるよ。すごいね。似てるよね。なんか先にマヨネーズで溶かせばよかったみたいな。ちょっと
分離してるけど。分離してていいのかよね。ねねね。あ、綺麗に混ぜたい気持ちはあるのよ。うん。こせばいいんじゃないって言ってるよ。こせば滑らかになるんじゃないって言ってるけど。こすものがない、あるの。コスプレ？そういうんじゃねえだろって。コスプレはやってるよ。ねえ、まあ確かにだけどさ、カルシウム取れる、まあでもこんなもんやね、こんなもん。皆さんカルシウム取りましょうとか。待ってね、こぼさないように過ごしてる。器がちっちゃかったら。っていうかさ、箸の方がよくないの、ね、うん、箸の方がいいみたい。うん、箸の方がいいみたい。箸の方がいいみたい。ざるないみたいなんですよ。そうなのよ。ものすげえ分離してんだけど。すごい分離しちゃった。どうしよう。みんなに見せてごらんよ、ちょっと。うん、皆様。なんだろう。トラガラっていうよりも、ね、浮いてきて。これ何柄って言うんだろう、これ。なんだよ、それ。これ何柄って言うんだろう。なんだそれ。なんかね、あの、いやだ、美しい、あの、なんかさ、うん、あの、なんかの研究所でさ、うん、なんか、それは言わない約束よ。ねえ。ミジンコの研究とか言わないでしょ。ミジンコの研究じゃないわよ、ね。プツプツが、プツプツ出てきたもん。ミジンコがどうのこうのとかさ、あの、ね。言わないよね。ゾウリムシがどんどんこうとか、そういう言わない。ね、なんか本当に分離してるわね。大丈夫。熱が入ったら溶けますよって。ありがとう。ありがとう。溶けるのかな、これ。ちょっと待ってくるわ。だってさ、なんかさ、育てたやつみたいになってんだよ。みんな育てたやつだよ。これ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 。なんか、なんか、培養した感じ。これなんかすごいな、これやばいよね、これなんかやばくないですか。でもこっち入れればなんとかなるでしょ。やにこれ全部入れちゃった。ごめんなさい、作る人を前に何これとか言ってる私もいけないからと思って大丈夫ね、ね私も何これって言ってちょっと待ってよ、それ自分作った。料理は冒険だぞ何これですよね。あんまりアップにするとさ、あのいつも あの配信の顔と違うじゃないかと思うけど、そうだって思い出したわね。久しぶりになんか、ね、YouTube 回して私たちいうの本当の顔ないのよ。本当の顔思い出したわよ。早く、おエビが聞かないのよ。早く YouTube、ね、おエビ使いなさいよ、ね、本当アラビフの配信者で少なくなるわよ。ねえもう、あでもさっきよりそのなんか培養したものがいなくなったような気がするんだけど。黙ると浮いてくるんだよ。黙れこそ。黙れこそ。黙ると浮いてくるわね。黙るってすごいよね、黙る。あとあの、みんな優しいな。殻がこう。こうなんかね、あの食感を楽しむ感じになってるって感じかな。ね。みんなね、こんな感じ。出来上がんの本当にこれ。ねえ。トラガラになるのよ、ね。これまでのさ。いや、ほんと箸が早かったのさ。メルヘン胃袋さ。1時間だ。1時間ちょっと気持ちよくないこれ。ASMR。すごいよ、これ。あ、気持ちよくずっとこうやっていたいね。ねえ。ちょっと。獅子神様。映らないじゃないの、映らないの、獅子神様。そして。はい、あ。行くわよ、はい、さあここからが勝負よ。手袋しよう。これまだ温めてないんですよね。あ、嘘、ちょっと温まってる。ちょっと温まってほしいな。温めていいですよね。これさ、高さ斜めですよ。はまった今はまった。これです今からよ、ね、そこよ。どうする今からよ、ね、今はまったわよ、ね、どうするみんな。今ハマった。1時間ってことは22時に食べれる、うん、おいおい大丈夫なんかこの配信みんな大丈夫なのか。油引かなきゃね。はい、てかごめん、うん、何作るんか聞いてないので、うん、トラガラのパンを作るのよ。だってなんで卵なんですか。これがトラになる。これがトラになるの。そう、ね、そういうこと、ね、さあ行くぞ。ちょっと温まったから。
全然だってだって全然今ガタンって言ったもんね。今ガタンって言って 今初めて火が通りました。どんだけ皆さんにも付き合わせてると思ってるんですか。大丈夫、ね、後からこれ配信見た方はわからないと思いますけど、これ今見てくださってるね、オンタイムでチャットしてくださってる方たちはどんだけ待たされてると思ってるんですか。みんなついてこい、みんな来い、ね、黙れこと黙れこと黙れこと。これをんよいしょ、まだ全然温まってないですからね、これ。そうね、ちょっと副番で扱わないでよ、ね、うん、毎回やってね、副番で扱わないから、これ。お聞きがあった、これがあった、はい。次に何が出てくるんでしょうか。次です ね。もう温まるしかないんですけど。はい、温める。はい。うん、温めて、これどうでしょう。頑張るしかないんですよ、はい、今ですね、ここにですね、はい、卵をふわっと薄く引きまして、はい、あ、先に、この、佃煮の昆布、うん、あ、はい、これで島を作ります、はい、気をつけなきゃいけないのが、多分このパンを転がしていくので、はい、だからは縦にならこうやって転がしていくからパンを、だから縦の柄にこれをきれいにこう並べていかなきゃいけない、ね、そんな慌ただしい作業、そう、巻く前に自由な感じじゃない、柄じゃなきゃダメだよね、乗るべき、あなたも手袋してくださらない、パン転がしですか。そうよ、パン転がしよ、よいしょ、あなたもちょっと手袋して、あなたもね、このこれを、あ、箸でじゃ並べてってもらう。箸ですか。卵の箸でちょっとやばいわね。ちょっとなんか新しい。何が始まるん？パン転がしすると思わなかったんですけど。パン転がしが始まるだよ。競争ですかこれ？そう。ちょっと開けます。ちょっと高すぎるから多分これぐらいが、はい、いいよ。下げる。そして、ああ、いい感じで。油引かれちゃう。なってます。熱くなってます。油はさ、うん、バラがいい、バルでかい、バル蓋の置き所がさ狭いかんね、もうね、ファンフィーターみたいないい感じ、ハマった、箱の中に海苔が入ってるから ね、そうありがとう、覚えててくれてたみんなね、ありがとう、そう、皆さん、バラが美味しいよね、バラがいいと思います、バル、よし、これぐらい、はい、うわ、結構熱いじゃん、ちょっともっと下げた方がいいんじゃないの、これ熱い、ね、焦げちゃうでしょ、これ映るかな、中映るかな、これ焦げてる、焦げちゃう、焦げてる、何これ、見えた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 よ、いいよ、いい感じ、見えた、ね、焦げてる、なん焦げてるね、みんな焦げてる、焦げてる、ちょっと待って、10おしまい、終わっちゃった、焦げちゃった。焦げちゃった。ダメじゃん、焦げちゃ。綺麗な色にしたいのよ。もう香りだけね。もう香りだけ、ね。あとはテフロン加工にさ、うん、テフロン加工に、あ、ちょっと頼りましょう、ね。海苔は使わないのね。何が？海苔とかは使わないのね。あくまでも。昆布を使う。昆布よ。昆布で島を作るのよ。昆布の島を使う。昆布の島を使う。そうらしい。みんな、ね。ね、気が気じゃないわよね。あの、近くにいる私が一番気が気じゃないのよ、みんな。わかって。もうこれは諦め。ちょっとなんか、だんだん焦げが。黒粒が。粉々じゃない。何あんたティッシュを。何あんたティッシュを。あの、つまんでんの。そうやって。黒粉をさ、やんでたね。きれいにできないじゃない。すごく飛び散ってるわね。なんか黒粒がつくわよ、これ。そうね、よし。はい、これで、虎柄を、はい、並べるのね。こうだからね。だからこういう風に、転がすときに。パンを、いい？いくよ。パン、虎の柄は縦ですか、横ですか。ちょうど入るね。あ、ちょうど入る。ちょうど入んねよ、これ。調べてたんですか？何？いや、偶然に決まってるじゃない。私、ちょうどじゃん。行き当たりばったりの女に。
机上のってことは、ね、こういう風ってことですね。神が それをやれと言ったモーター。言ったモーター。言ってモーター。あちゃちゃちゃ。ね、もうパンが焦げちゃう。焦げちゃうじゃない。パン焦げちゃう。ゆっくりでいいんじゃない。ね、ギリギリでいいじゃない。ね、ちょっと香ばしいわよ。香ばしい、少し焼いておきましょうか。ちょっと余熱でこう。ちょっと余熱でカリッといっておきます。カリッといっておきましょう。え、ってことは、うん、こういう風に。あ、そうそう、こういうふうにやりたいの。こういう島、こういうね、こういう島よ。うん、こういう島ってことだよね。そうそうそう。今わざとだね。がいいわね。さすがね。今わざとこう置いてるのに。そうよ。ジャストミートでいくんだよね。何焼いてるの？なんか焼いたら美味しいかなと思って。香ばしくない？もう香りが。さっきのバターの香りとちょっとこう相まみえていい感じですよ。それは。ちょっと焼いちゃおう。ちょっと焼いちゃおう。余熱で焼いてるわね。余熱で焼いてるわよ。これぐらい？はい。いいですよ。ね、米焼いたら美味しいよね、これね。ちょっと米焼いてきましょう。ね、ついでたいからさ。もうちょっと食べましょう。もうちょっと食べましょう。何のためなの？あちゃあちゃ。何のためやってんですか、これ。ちょっと待って、これ触れなかったらだんだん汗って。やだ、中からほぼほぼ出てきたわよ。こっちつままないでね、あんた、やけどするから。危ない危ない。これが、あら、カスがいっぱいついちゃって。ちょっと取れないって、カス。なんとか食べなきゃだってこれさね綺麗なし虎柄にならないじゃないこれがあったら誰パン焼くと言ったのちょっと待って誰パン焼くとか言ったのびっくりだわ、うん、あちょっと待って充電大丈夫なのえ粗くなってきてるって言われてるあ本当本当充電待って今充電があります、うんうん、ありがとう教えてくれてクエンザさん多分画像が1時間超えたら多分もうあれですねやばい途中で消えるかもしれない。これか。これね。意外だ。これ。今これ持ってきてるから、これ。そうそう。これで、うん。ちょっと待ってね。ね、何？お願い。え？こっちじゃない、こっちだったわ。違う、ちょっと見える？ねどっち出せばいいのこれ。こっちでいいのなんて言うトゥンって言うかな。見える。あ、言った。よし。できれば、うん、門はあっちがいいんですけど。門って何あ、足りないか。え、何門って。門って。いや、あの、コンセントが向こうが良かった。あ、オッケー。行きます。オッケー、いいよ。一つ、あれ多分、ヒーターを今止めてるから。使えると思うんですよ。下ですね。下の。うん。こうして。僕は出回りよ。いいよ。OK。OK。はい。もう、はい、OK です。で、こっちはこっちでいたします。もうね、いろんなことが起きますよ、こうやってやってるとね。そうなんかこう、私たちと生活してると思って。そのきっと生活してると思っていただいて。いいでしょうか、ね、皆様ね。ね。ありがとう、そう。ありがとう、ね。どうせってこんな感じ。新鮮じゃないのか、この年でこういう生活が待ってるなんて思ってもいません。ね、本当よね。充電 OK。もんって言うとね。もん。もん。よし、よし、本部並べるわよ。最後。よ、こういうことですね。こういうことですね。あ、そうそうそう。ね、こうよ、こうよ。うん、こうだから、ね。今度入るからね。OK、OK。しときます。焦げちゃうから。一旦止めた方がいいぐらいじゃないですか。そう時間かかりません？かかるね。さあ、皆さん見えますか？見える？見えます？はい、昆布です。はい、昆布です。正月に ね、準備しました。一番大事な約束でしょ。正月に、いただいこうやってやってこれが虎のしましまになるからねこうやって見にくいかもね暑い暑いよ待って私あの見と思うんだこういう感じですね皆さんであ見えだ誰だったそこ大丈夫よ角度変えないとこっち側見えないからねねねこっち見えあこっち見えてるんだねそうすごいよく見えてますこっち、うん、で皆さんねこちらのあのねあこれもこんなのあっても虎柄になる細い方がいい卵流してからの方がいいこれ。一緒に流れちゃうプカプカしちゃうあ、
ふかふかしちゃうか。でもうちって、うん、外側にしないとパンの外側に出るわけだから、ああそうだ、ね、卵よりも、うん、そこにいないとダメなんですよ。ああそうか、だからやっぱり 今やんないとダメですね。そうか、今あれしちゃうと卵の上に乗ってしまうから、うん、間に挟まっちゃうパンも、うん、私ようやく分かってきた、うん、あなたが作るものを。そうそう、おめえは頭いいな。いやな、じゃあどうするよこれ。この並べる作業をちょっとなんかさ、これなんていうかさ、ねえ、だん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 芸術なのこれ。芸術なのこれ。トラガラ。トラガラ。頑張るよ。長細いのをさ、ちょっと長いのをさ、ちょっと。もっと大胆にバンバンっていった方がいいんじゃない？そう？うん、そのくらいまとめてさ。それくらいまとめてね。ね、手でいった方がいいよね。だってほとんど止めてるよ、今。そう？うん、手で伸ばした方が早いんじゃないのね。そうね。もうみんなもう痺れ切らしてるよ。ねえ、痺れちゃった、痺れちゃった。あのね、篠崎道と付き合うって、こういうことなんですよ、みんな。地球は篠輪で回ってる。そう。こういう考え方で皆さん行きましょうよ。ね。ね。ね、みんなはみんなで回ってる。ね。そう。ね。あ、今このくらい大体っていいんじゃないの？そうだ。ね。どうよ。そうね。ほら。ね、みんな。そう。ね。宇宙の法則で出会ってるだけなの。そう、ね、私たちほら、ね、あなたと私たちは運命共同体でしょ。グズグズしてるなと思ったら、それは時空間の話だから篠輪が悪いんじゃない。時空間がそうなってるの。あなたが時空間の歪みに追いついてないだって。何言ってんの、あんたの頭の中のが言わねえじゃないのか。どう？いい感じよね。これすごくない？これ。こうやってトラガラを作っていくわよ。こういうふうにして。こうしたらいい？どう？トラガラ。いいじゃないですか。皆さん見えてます？トラガラ。ね、なんかさ、なんかさ、ね、あの水槽の中にさ、うん、なんかさ、浮かんでるなんか。糸見水じゃない。言わないよ。糸見水って言わないでしょ。糸見水って言いたかったのに、こう我慢したのに言いよったわ、自分で。そう。ねえ、みんな。どう？いい感じ、いい感じ。いい感じ、よしよし。いい感じじゃないですか。ね、さあ、ここに、さあ、こっからが勝負よ。こんな感じですよ。こっからが勝負だよ。こっからの調整すごい。調整するらしいですよ、皆さん。どこでどこで、ね、さあこれに、うん、さあ皆さん世紀の、瞬間よ、瞬間、誰も絶対考えないと思うんだよ。卵の殻がちょっと沈んじゃってる。誰も考えないよね。くよ、虎のパンツ作ります。虎のパンツ作ります。ちょっと温めます。よいしょ、作りますよ。いい、あ、行きましょう。あれ、あ、今全然出直したよ。そっかそっかそっか、よし、こっきり、あ、なんか流れちゃう。大丈夫か。まっすぐじゃないからですね、机が。あ、そうか。ちょっと斜めなんでしょうね。温めてくれ。あ、ね、全然固ま、あ、固まるか。もうちょっと強くしていい。よいしょ。そうね。少し強くして。これこんな初めて見るわ。トラガラのね。どうするとこういうこと考えられるんだろう。うち。で、ちょっとあれでないの、ね、あのそのうちに箸でさ、そう、ね、きれいにこう整えれば、ね、ほら流れちゃうから。これぐらい、これぐらいだったら最初からよ、バッと入れてよ、入れてよ、焼ける間によ、整えたらよかったんだね、よかった話だよ、これ。な、ね、ちょっとここがちょっとトラガラがほら、ね、こういうふうに、縦に縦に、縦に縦に、縦に縦に。これどう、ね、ちょっと、あ、なんかいい感じ。ナチュラルな、このトラの柄の感じ。これどうでしょうね、皆さんね。トラのパンツ制作中でございます。トラのパンツ制作中。ね、ロックもいらないわね。いらなかったわよ。ただあんた、あの、割れるとこ見せたかっただけでしょ。うん、片手で割って、自慢げにしてるうちに全部割っちゃったのよ。どうすんだよ。ね、私、明日から毎日これよ、じゃあ。食べることになる。何入れたの、なんかそんなにいっぱいなんかいろいろ入れてたけどさ。片栗粉。そう。あ、熱くなってきたね。熱くなってきたね。うん。もうちょっとじわじわと今、ね。ちょっと待って。今ね、最強にしたから。こう言ってこう来たら、うん、またこうして、また作る。あ、昆布また出すわ。そうそうそう。いる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 。そうだ、いるわ。いるいる。半面しか作れない。そうだね。うん、よし、うん。ね、そうそうそう。そうよ、これみんなね。これぐらいの液体の量でいいよね。そう。いいと思います。あんまりこれ、うん、あんまりね、あれしちゃうと、ずるっていっちゃう。これね、これね。
固まってきたよ、ようやく。あ、綺麗にめくれるのが心配だけど。そうだ、ターナーがないのよ。ターナーなきゃ困るじゃな。ターナーってわかる、みんな。ティナターナーじゃないのよ。フライ返し。フライ返しがね。あ、でも固まってきたよ。ほら、もう入れちゃおうか。よし。さ、さっきの、さっきのやつね。さっきの全体に。はい、こんな感じです。行くぞ。こっちが上。どっちでもいいよね。うん。せーの。ドン。ドン。さあ。これ固まるまで待たなきゃいけないってやつやの、ね、上まで。綺麗にめくれるのがすごく心配なんだけど。そうだよね。うん。ここに少し余白。ちょっとこうめくるスタートのところあれで作っといた方がいいかもしれないよ。ね、これしかないからこれでいくね、うん。パンツ作るわよみんな。作るわよ。行くわよ。ラーバヤーバヤブララ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 ラやっ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 よし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 、これでも本当に親子でクッキングしたら楽しいよこれ。ちょっと待って、ちょっ と思ったより思ったよ、よくできた、よくできてるわよこれ。びっくりした私も。これぐるぐるします、ぐるぐるします。いい感じでめくれる、めくれる、せーの。いらなかったわよ油ね。油いらないわねちょっとね、メルヘン胃袋市場をちょっと使える、使える、ちょっと使える。でも急いで急いで、でも全面、あ、あ、そうか、あと1面だけでできるの、うん、じゃあもうここで作ればいいのね、うん、少しちょっと弱めて、ちょっと、ちょっと成功じゃないこれ、もしかして。やばくない？一旦消した、一旦消した、一旦今消してる。あ、開かない、何言ってんの。開かなかった、私もだ、私もだわ。ちょっと、急いで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 、ちょっとトライガラ本当にできて嬉しい、めっちゃ嬉しいんだけど、すげえ嬉しい、めっちゃ嬉しい、成功してるこんなに上手にできてるって初めてなんです、初めて YouTube ご覧の皆さん、初めてこの YouTube のメルヘン、ね、パソコンはできないけど、胃袋ご覧の皆さん、あのいつも1時間で終わるんです、ね、だけど終わりません、ちょっとすごくない、これぐらい、これぐらい、すごいな、こんな感じ、うん、どう、絶対これでも子供さんとワクワクして、ワクワクだよね、作れますこれ、やばい、大ちょっと興奮するね。ありがとう。こうじゃない？ちょっとここ足んない？ここ足んない？ちょっと欲しいね。欲しいですね。これなんだ、次のメインにこう導くような柄が欲しいですね。トラ柄が欲しいです。これぐらい？これぐらい？よし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 。ちょっと上げましょうじゃあ。はい。ローから上げていきますね。はい。じゃあ。うわ、すごい、どうしようよ、これ。ああ、欲しい音ですね、これね。じゃあ。そうそうそうですね。どうでしょう。こんなもんでいいです。こんなもんです。こんなもんで、こんなもんです。さあ、皆様。ね、綺麗にできてるよね。ちょっとすごい。ちょっと。トラ柄です。すごい、朝食の香りが。あの、ね、食パンの焼ける、うん、そして朝のね、あの卵と、卵とさ、あ、ご飯の上に乗った昆布の香りですよ、ね、昆布の佃煮の。うわ、嬉しい、これマジすげえ、これなんか、あの、めちゃめちゃ嬉しいね、ちょっとみんな見といてよこれ、ね、誰よりもうちらがやってるからね、同じようなの見たら一報くださいそんなパトロールしなくていい、頼むぞみんな、ね、あのメルヘン胃袋パトロール頼むな、みんな絶対パクられるから、これ面白いから、どうしよう、すっごい嬉しいんだけど、ちょっと弱めますね、うん、もう余熱ぐらいで、うん、そうだね、中くらいでいい、もうちょっといっちょっとこれくらい、火加減大変だね、そう、これちょっとバランスが
だって今こっちの面についてるのがどうなってるのかすごく心配ですもん。焦げた？やべえ、いい感じ。ちょっとやねえ、おかしい。メルヘン袋ってこんなんじゃなかったはず。すごい。あんた何？ちょっと待って。1年やってきて、ね、ね、YouTuber、あのね、皆さん、ご無沙汰してましたけれども、ね、TikTok 毎日やってるんですよ。皆さん、よかったら TikTok 遊びに来てくださいね。毎日作り始めたのね。ね、そしたら、手、腕を上げてやるの。毎日やってるの。そう。ちょっとあれじゃない、ここやばいんじゃない、ここ今でも戻すのやばいんじゃない、ここ破れちゃった。でもここもちょっとあれだからさ、うん、そう、うん、ちょっと早かったね。これ綺麗なドラマ、ちょっともうほら焦っちゃった。ダメ、焦りは禁物、焦りは禁物よ、焦りは禁物よ、ね、ちょっと頼むわね、みんなトラパとしてよ、ね、やってる人いたらそれは七種あ、それ七種の娘のメルヘン袋で見たことがあるやつですってコメント頼むよ。それでしてくれればいい。よし、あ、すごい綺麗に貼り付くよね。貼り付くね。これで見える？感じ、いい感じ。待って待って、まだついてない。まあギュッとギュッと重みで。いけ。あと、そう、ここがさ、ね、漏れちゃった。うん、漏れちゃった、ね。漏れちゃ。嬉しい。どうしよう、すごく嬉しいんだけど。よいしょ、ここがちょっとあれだね。そうだね、もうちょい、もう一回行きたいな。ちょっとして、ちょっとしてみる。うん。素敵な虎柄になってるじゃないよ、みんな。せーの、せーの。ああ、虎柄になってる。より黒くなってます。昆布感がいい感じ。おお。あら、ちょっとメルヘン胃袋史上最大、最高、最高級。できてます。すごい満足なんだけど。そうね、あの阪神タイガースにちょっとこれ売り込むべき ね、 ああそうね、これ。阪神タイガースの球場で売ったらどうかしら。ね、そう。トラッキーの、トラッキーよ、トラッキー。ちょっとここプルンってなってるけど気のせい。もうちょっと上げてあれする。うん、ごめん、いい、しなくていい、うん、違うの貼り付かなかったの。おぶっていい。そのよし、おぶっていい。ここがね、ちょっと貼り付かないの、ほら、ほら。お前、あ、いける。破らないよね。あ、もうでもオッケー、はい、送ってください。ね、よし、来ました。どうしよう。でもごめん、みんな。これで終わるわけでもないですよ。プルプルしてる。あ、ちょっとみんな見せたいの。ほら、みんなにね、見て。トラガラトラガラでしたよ。すごいでしょ。すごい。これ使わないからと、なんちゃん、後で私が、はい、なんとかします。あったの、朝食ね。うん、私の朝食にしますよ。すごい。そうね、てっぺんに考えられない。うん、よし、ちょっといつもよりロングにお届けいたしますよ。ね、ちょっとこれだけちょっと洗うのかよ。これで危ない。気をつけないと。足上がってた今、大丈夫。気をつけて。ね、さあ皆さん、ちょっとロング配信になっております。YouTube の方もですね。節分の嬉しいね。トラパンでございます。鬼のパンツ制作中です。よし、鬼パンはできたから、あ、待って、ラップしてこれを動かして。ちょっとこれはけちゃうね。はい。ね、なあのトミオタンの朝食だからね、これね。トミオタンの朝食が今向こうに、あの置いて。そしてお兄さんの顔を作んなきゃいけないんだな。え、パンツだけじゃないの？え、顔。顔がいるの？うん。だってお兄さん。だってこのパンツに対してどんな？違う、これ縦になって、お兄さんの顔が乗っかるからお兄さんの顔を作んなきゃいけない。体するボディなのよ。え、ものすごい深い。え、どうなるの？何？どうなるってこと？え、だってパンツ何？ものすげえ上に上げてるってこと？ギュッて上に上げてるってこと？そう。全体に着せてあげたいじゃない。だってこれからぶつけられるのよ。つける。あ、そうね。みんなにね、みんなに豆を。最後の仕上げはね、こうやってつけるのよ。そんなことされちゃうの、この子。だから全身にまとった方がよくね。うん、なるほど。あれですね、うん、
女の子だとこう服になってますもんね、虎柄ね。どっかで見たことある。そうそうそう、何だったっけ、虎柄。斜め、なんでさ、斜めなんですかね、虎柄のさ。虎柄のさ、あの、服の着てさ。ダメよ、ダメよ。ダメよ。何ショルダー？別にとか言わないでね。ねえ、ね、ショルダー片方ですよね、いつもあれってね。そしてこれはこれで置いといて、うん、どかします。これはね、ちょっとこれで外します。はい、ちょっとこれは、ちょっと置いときます。置いといてが始まるんですね。さあ一旦横に、横に、いいよいいよ、大丈夫大丈夫。うん、ちょっと置くしかないの。そう、ワンショルダー、ワンショルダー、ワンショルダーね。ワンショルダー。洗ってくるの、ちょっと洗ってくるの、ちょっと。ちょっと洗ってくるの、ね。もう本当にさ、もう。洗ってくるの。ね、お兄さんの顔にさ、近くないこれ。え、まさかこの赤いほうちゃんを。そう、赤いほうちゃんの。これがアプリカを。うん、顔、顔、乗っけるだけよ。だから乗っけるだけなの。乗っけるだけ。え、でも中のチームは抜くんですよね、食べるから。今抜いてくる。抜いてくる、ここで抜いてくださいよ。なんで向こうでやるんですか、カメラがないところで。抜いてくる。ね、あの TikTok 配信で腕を上げてるなと。毎日ですね、皆さん TikTok ではですね配信中でございます。私の娘です。メルヘン袋はねお届けさせていただいてですね、腕は上がった。はずの篠崎道のね、机上の料理人の今日はね、シェフの動きなんですけど、大丈夫かな、本当に。あの、TikTok の中でですね、あのしきりにこう、すぐ物を洗いたがるって、洗いたがるなですね、篠崎なんですけど、いつもの時間大幅に、延長をして、YouTube、お届けしております。申し訳ございません皆さん、ね、パンツだけじゃないらしい、それも全て聞かされていない、そんな話の娘住吉さんでございます。久しぶりにこちらを回したと思ったら、しのりもう大概な時間ですよ。行きましょう。もうそんな時間、ちょっと待って抜いちゃうね。うん、ね、気をつけて気をつけて、お手て気をつけて、こうすればいいんでね。はい。そして、さあ、このパプリカちゃんを。お顔にするよ。はい。中をね、抜きました。くり抜きました。抜いてます。はい。抜いたよね。うん。さあ、こんなもんで。それでこれに顔つけて。あ、何？角、角どうするんですか。角、ウィンナー使う。違う、私角さ、作ってんの、準備出してる。いや、角そっくりだなと思った。あの、え、クロワッサンで角作ろうかなと思ったんだけど、爪楊枝ね。もう分かってるわね、爪楊枝でいいね。はい、分かりました。角なんだそうです、これ。ねのみちゃんの世界よ。え、私丸投げられるんですか、このパターンで。そうよ。え、ななみちゃんの、ちょっとこれでしょ。はい。ちょっと、はい。これね、こんな感じです、いつも。で、顔で、顔をどうする。髪の毛とかいる、のり、のりです。おっかね。あと、あの、チーズ出してもらっていいですか。チーズ、何とチーズ？はい。これは角的には2本立つ角ですか ?1 本立つ角ですか ?2 本です。2本、2本、2本、はい。2本でいきます。角だっちゃ。角だっちゃ。とんがったやつがいいな。見た目がとんがった感じがいいな。もみのりとさ、こののりがあるから。もみのりですか。うん、よりがいい。この味付けのりとかになるよ。あ、こちら味付けのりちょうどいい。包丁ってあります。包丁、包丁あるよ。ハサミでもいいです。あ、そう、ハサミでいいです。ハサミで、はい、オッケー。ありがとうございます。角をここから私は作っていきます。
どっちがいい？こっちが使いやすい？ちっちゃい方でいいですよ。ななちゃんに任せればさ、はい、お顔はさ、可愛くできるから。見えますかね、皆さん。のり。見えますかね。ね、ななちゃんに任せ、あ、いいじゃない。先に言ってもさ、これって使う予定ですか？別に髪の毛にしていいですか？うん。よいしょよ。はい。これ火通さなくていい？大丈夫ですね。生でも食べられるから。え、チンした方がいいよ。ね。そうなのね。でもこれから具と一緒にチンしようかな。あ、そうですね。うん。どうしよう。とりあえず。うん。作ります。いいよ、それで。ね。かわいいから。時間が。あ、チーズね。うん、チーズ。今出す。のり。あ、しまった。逆だ。一枚でいい？あ、しまった。曲が終わってしまった。どんだけやってんだ。静かになった時に。よいしょ。いっか。あまりにも、時間がかかってしまう。よし。ビール？ほれほれ。ななちゃんさ、はい、肉まん食べたいって言ってたよね。肉まんが好きです。エビシューマイと、はい、陳健一さんのふっくらシューマイ。これをチンして中に詰めます。おう。そして、ね、肉まんの味にしますから。おう。のりです。これも無音でいきます。住吉先生の、あの集中するスイッチが入る時です。ここ見せましょう。はい、皆さん今ここが顔になるところですよ。ちょっとわざとくぼんだ方側を使ってみました。くぼんじゃったのよ、ここは。顔がね。そうで、これをつけたいんですけど。そう、あとは住吉さんにお任せしますので、よろしくお願いいたします。貼り付けるにはどうしたらいいと思う、しのりん、これ。何がちょっと濡れていたいのか。これ、あ、OK。さすが、それで行くんですね。え、のり？平気のりだよ。のり、それ行くんすか？のり、なんかこういうのりだったよね。ねちょっと、ね、ちょうどいいじゃん。これ、ちょうどいいんだけどさ、このノリもね、しっかり食べていきますか、これ皆さんね。今、私だから、中に詰める、シューマイチンしちゃうね。はい。団子を全部切ってます。あれ、つける？これを、こう切らないとさ。うんね、これ私の中ではマヨネーズがいいんだけどな。あ、マヨネーズ？いいのいいの。貼り付けることに今中心、あの気持ちを集中させました。そう、偉いじゃない？で、エビシューマイ。ね、マヨネーズがいいよね。私もそう思うのよ。マヨネーズがいいな。やっぱりマヨネーズがいいな。ん？マヨネーズが嬉しいなって話。切る？これ、ちっちゃいさっきのマヨネーズ。あ、あった？うん、ここにいる。あ、本当、それ欲しいかな。やりにくいかな。怖いかな。そうだね。切っとくね、うん。怖いのがいい、かわいいのがいい。かわいいの。かわいいのがいいのね。でも、ぶつけにくいわよ。かわいいとでしょ？そう。ちょっと悪さするぐらいの顔の方がよくないですか？ね、じゃあ、悪さする顔にするよ。そうよ。いい？悪さする顔にします。ここはちょっと、はい。おにじろを作っていただいて。そうね。ね。ちょっと皆さん、いきますね。無音の中でやる感じ。ああ、危ない。ああ、危ない。ああ、危ない。どこ行った？どこ行った？どこ行った？すいません。引っかかってたわね。よかった。どう？大丈夫、大丈夫。顕微鏡でちょっと見てくれる？よかった、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちょっと避けますね。ちょっとね、この静かな中嫌だな。そうだね。ちょっと待って。手袋もう一回いる？うん。ちょっと一回取っちゃえば、手袋。外します。うん、この色々なんですかね。もうここまで遅くなったらみんなが付き合ってくださる。ありがとうね。付き合ってく。今ね、プリプリエビシューマイのね、レンチンの時間を見てる。3分。プリプリエビシューマイ。絶対美味しいよね。手袋をすいません。あ、出てた。うん。やりにくいよ。出た。手袋いる？はい。やりにくいよ。
逆あこれつけなくても目でできたかも。つけなくてもできたかもしれない。マヨネーズでよかったかも。どうぞ。その今地図が今ちょっとこのここの、スタンドと、椅子のここにこうなってた。挟まりました。奇跡的に。なんかそれこそがちょっとメルヘンを感じるような。はい。壊れましたね。瞬間でした。でもごめん。私拾いました。拾っていただいてなんなんですけど、いらないかもしれないです。どうしよう、どこに。あ、もうすごい。お手がペタペタしてしまって。あー、シューマイ楽しみだな。マヨネーズでいきます。シューマイ楽しみだな。あ、ちょっと待って。手袋についてた。手袋についてた。ナイターコーニ状態になってるわよね。泣いてるよ。こんなん持ってる。指先までにね、結構ちゃんとしないんですよね。あ、ちょっとトトロっぽくなってる。でもさ、角に見えない、あのクロワッサンちゃんって。見える見える見えるよ。あ、もう。どうしたい？白目にしたいんです。うんうん。いい手でいく、うんうん。手袋だから。うん、なぜならば、うん、なぜならば、この目ん玉もつけたいからどのみち接着できるのでその方が、うん、おっしゃいますね、うん、まあこのさ陳健一さんのさ、うん、国産豚の四川シューマイね、四川のシューマイって何なの、辛いのかなね、どうなんだろう、薄皮じた、あーよだれ出ちゃう、いたからジューシーに仕上げたシューマイです。ちょっともうタレつけずにそのままだってこれ、ね、タレつけずにそのまま食べられるのって、そうなんだ、よっしゃ、これもう麺たまを丸くしないで痛がらせましょう、よっしゃ、それで袋のまんまチンコの何と、もう自分の手が、いやーもうほんと ね, ね、でまあもうね、はい、ここまでできたら、はい、あとはさ、何、食べるに、ちょっと待って、ここについたやつがもったいないから、これいい、回収して、いいよ、ピンセットがなかったら毎回思うんですよね、やった、お箸はいいの、お箸使わなくて、え、何使うの、こっち戻しとく、はい、ね、これあと奈々美ちゃんの朝食が増えたわね、よかったな、うん、穴の穴をいい香り、ね、カニシューマイのエビシューマイ、エビシューマイ、エビシューマイ、鼻の穴作ってよ、鼻の穴。よいしょ、手が滑る。手が滑るの。あ、ちょっと待って。手も早く取り。演歌歌手並みのあのうなりは素晴らしい。ちょ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 。いい香り。のせて。四川シューマイ。こうします。それで。分半にしといた。よいしょ。こうします。はい。どんどんしのりんさ、片付けてさ、もうフィニッシュのさ、はい。うまいじゃん。できた。気をつけてね、マヨネーズだから滑っていくからね。よし。できたよ。やったね。じゃあしのりん、何？何？見て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 。いたずらっ子。ブレよ。似てない顔。ブレよ。こういう感じ。無理できるよ。ね、フランス仕込みのこれをね、クロワッサンで。すごいいい ね。これ。よかった。よし。じゃあこの海苔は赤身の。うん。おチーズはあの危険すぎてやめとく。よいしょ、ちょっとね、ここで待ってて。これ、あとで、どうして、どうしたら言ってくれる？いいよ、いいよ、うん、せっかくだからさ。なになに？ちょっと待ってね、これ、曲がっちゃったんだ。なあ、もう、ジノリンタラン。俺？
俺が悪いの？社長社長いい話があるんですよ。じゃあこれお願いします。向こうさんとの取引がね、よかった。後でまた言いなさい。ちょっとこれ、はい、社長社長ペだよ。待って待って、買い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 。さあ、じゃあ、お兄さんできたよ、これ。ね。お兄さんできたよ。ね。お使う可能性ない。これが、エビシューマイさんが、ね。ね、足大丈夫。本当はね、口赤かった方がいいかなと思ったんだけどさ、ピンク色とか、ね、顔が赤いからさ、こんな感じにしてみました。さあ、皆さん、お久しぶりでございます。YouTube をご覧の皆様、TikTok では毎日配信中でございますけれども、お届けしております。チンさんの視線まんつけてきて、チンさん、いやいや、社長、よっしゃよっしゃ、社長、社長、仕方ないな、社長シリーズ、ね、ね、今回のこのね、我が社のね、ちょっと成功しましたので、これはね、いや、今回、マジで、これちゃんともう、ちゃんと編集しておいて、ってね、お見せしたいかもしれないんだけど。ね、入ってきたよ。手袋しています。なんで、中に電源つながってる？外れたとかないよね。なんで？大丈夫だよね。どうした？止まってる？電源のこのマークって入ってる。うん、違う違う。こっち見れる？覗き込める？どれどれ？電源？どこ見て？電源？入ってる？どこが電源なの？うつほら、ボルトみたいなマークが入るじゃないですか、充電したら。どこに入るの？ね、社長私、その電源のマークも分からない。見えないか。そっかそっか、ごめんごめん。なんか虹色のマークになってるわよ。入ってないです。入ってる入ってる、大丈夫。オッケー。虹色、どこ見て虹色だと思うんだよ、社長。社長社長社長さあ、チンと言いましたね。きんって言ったよ。はい。あとはもう全部詰めていきましょう。で、あと最後の仕上げの。はいはいはい。さあ、それで。よいしょ。さっきの。これでいく？うん。こっちで。ちょっとこれでいきましょう。はい。あのさ、あのあっちがいいんだけど。どれ？回転できるやつ。あ、うん、いい。そうだそうだ。ごめんねごめんねお願いしちゃって。さあ皆さんお待たせいたしました。組み立てますからね。あとは組み立てるだけ。そう、あとは鬼パンをこの子に履かすそうですのでね、皆さんね。さあいつもよりね、皆さんこれね、久しぶりに YouTube の方では。お届けしてますのでね。さあ、じゃあもうこのお兄さんのステージへいらっしゃい。いらっしゃい。ここでいい。ん？まんま乗せて。いや、ここにこう、これがいて、うん。このまま時間で。このままで行く。了解了解。おいで。ここら辺にこれつけとく。うん。いいねいいねいいね。飾っておきます。飾っておきましょう。なんか森の中から出てきた。そうね。感じですね。ウェルゼル感じだね。そう。ウェルゼル感じで。こんな感じ？オッケーオッケーいいですよ。こんなもんでいいの？うん、いいです、いいです。そうか。はい。ね。よいしょ。見て。大成功してるね。これほら。4面全部トラガラのパンができました。すげえ。うん、すげえ。あとシューマイ詰めるだけです。シューマイ詰めると肉まんの味になるので。うん、はい。エビシューマイから詰める。はい。エビシューマイを。ちょっと寄せましょうかね。うん、じゃあセンターにしていただきましょう。ティッシュのカビがメインになっちゃっていただいても、もう。そうね。あっち、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 あっち。では入れるよ。あっち、あっち、あっち。熱いでしょ、それ。熱、できたよ。
さあ、ほかほかで湯気見える。冷凍の、うん、冷凍のシューマイをこの洞窟の中に入れるの好きね、あなたね。だってさ、これ。これでギュッと詰めちゃう。すごいすごいすごい。だってこれで、これで肉まんの味。全然誰がやってるか分かんない。本当だ。肉まんの味になるだろ。中腰つらいから大丈夫。肉まん風味になるのですよ。こいつをさ、ちょっとギュッと詰めるよ。あ、もう、ギュッと押し込んでいただいて。はい。何だろう、何ひげつけっぱなしです。ずっと入れちゃうね、ずっとね。はい。入れちゃう。入れ込んで、はい。さあ。そして、エビシューマイ。次、はい、エビシューマイ。ね。さらに、このバビルの塔にですね。そうよ。バビルらしいですよ、これ。チャーリー浜じゃないからね、これ。チャーリー浜じゃないのよ、これね。うん、みんなね。この人は。カニからのエビですか。カニからのエビよくない。すごいですね。あ、違う、さっきのあれを知ったの。新鮮だから。視線からの。新からのエビ。新からの。ね。新からのエビよ。はい。入りました。新からのエビじゃない。素敵な練習場ですね。はい。どっちかけた。食べちゃえ。マヨネーズが残ってんだから、ね。あ、なんか華やかじゃない？見て。メイクさんありがとう。ありがとうございます。あの撮影の時は、まあ、美しくね写りたいんだけど、美しい人は美しく。はい。美しくない方は。それなりに謝るポジだけど裏に裏のさあ満タンに詰めましたシューマイが入りましたところにもあともう少しよ皆さんあともう少しちょっとできちゃったどうしようどうしようさあできましたよさあできました大変長らくお待たせをいたしましたはいはいワニのパンツはいいパンツ強いぞ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 はいできたここでこうやってはめればよくないお固定されるんじゃないうん本当さあ来た金棒がなくない金棒どないのあれはどうすんのよこれえそれか冷蔵庫になんかこんな長いのがあったわねお姉さま言ってちょうだい天才ね今日もさあ皆さんこのフォルムご覧ください。やらやらよっぽよっぽよだら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 パンツかいパンツ履いてんじゃん。パンツ履いてるから体がパンツじゃん。もうねえねえどうする体がパンツってすごくない。これかな。あら来たわ姉さん。ウィンナー。ウィンナーがあったよ。私の娘、TikTok ライブでは。次落ちのおつまみ。おつまみですね。ビールのおつまみでございました。さあ、これ来たよ、これ。はい。懐かしいね、このね、白ってやつね。さあ、このフォルムをご覧ください。この寸胴の。寸胴。気持ちいいやつ。すっごい美しいよね。今日はすごいよね。まさか成功すると思ってたよ。ね、だろうなって思ってました。これはすごいですね。さあ、皆様。上手に向けないじゃない大丈夫いや、だって私、飲んでじゃないからさ、飛び寄ったみたいにさ。あんた、その食べ方、あの、むき方とじゃ美味しく食べられないでしょ。どうしよう、どうしよう。ねえ、これ。金曜日ありがとう。ありがとう。むきましょうか、私。うんうん、よくよく。のんべえが、あ、違うとこ向いた。もう違うとこ向いたでしょ。そうなの？違うとこ向いてるものをこれスタートがだって、ほら、もう一個ちょ、これ私のおつまみにするから。ないのもう。ののちゃんも、すみおちがなんか、みんな間違えてない？ここだと思うでしょ。こっちじゃない。ここよ。ここ。ちょっと、アップ
く見せないと、ここの影になっちゃってる。カットの開き方のちゃんとさ、ちゃんとここだよってちゃんとさアップにして見せないといけない。あ、でもこれ胴体だよ。私やってあげる。それ滑るわよ、あんた。ここでしょ。今開けたからね。ちぎったからね。ここでしょ。ここもちぎった。じゃあここで。スッとこう。ニュッ、ニュッと。こう。ニュッからのこうですよ。上に。よ、横にこう。で、これ上手の友近さんと住吉ぐらいだわね。こう？そうそうそう。からスッとしたよ。そう、あ、そうです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 。こらこら大きく見せないその画面を。あんたやめなさいよ。やめなさい。これが上手なのは友近さんと住吉ぐらいですね。そうですよ。ねえ、本当に日本二大ののんべ女子ですね。二大のんべ言うな。ねえ、本当。はい。それも。じゃあ、刺してくださいな。え、これでしょ？貫通させていい？うん、いいよ。貫通させていい？うん、いい？うん。引田天功みたいな気分だな、これ。さあ、はい、来た。はい、ここ刺して。ねえ、ねえ。こう？うん、ねえ、どういうこと？ここ？こうよ。こうよ。こうね。こうね。はい。はい。でも、嫌になっちゃうよ。これぐらいじゃ。そうそうそう、そのぐらい。バランスかな。あ、でも、もう押し返して。あららら。ちょっと待って。回す。あららら。ちょっと、もうちょっと。あららら。あ、ジュメだよ。もうね、最後、ちょっとうまく、ちゃんと誘う。ここまでできたんだよ。ちゃんと誘うよ。こう。ぐっと、ぐっと入れるのよ。こう、うん、いくよ。貫通させます。ぐっと入れたよ。入れて。できた。ほら、ちょっと余裕持たせて。ね。はい。振りまくるわよ、あんた。振りまくるわよ、これ。どうぞどうぞ。いいわね。振りまくるわよ、行くわよ、みんなちょっと。行くわ、行くわ。見える、見える、見える、見える。うら、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 うら。できたみんなも真似してみてね。メルヘイ袋でした。ナナシの See you! うらうらうらおつに着るトラガラの。みんなも作ってみてね。鬼まん鬼パンまん鬼パンまんだよ。うらごあたでしょ。ごめんけ。あ、また押しちゃった。ここ押してた。ここよ。できたー。またねー。